ぐっすり眠っていたはずが、寝心地の悪さで起きてしまった。目を開けるとそこは寮の自分の部屋ではなくて、暗くて不気味な部屋だった。私は硬い台のようなものの上で眠っていたみたいなんだが、頭痛いし思い出せない。どうしてこんなことになったんだっけ。なんだよこれ、私が寝てた場所まるで解剖台みてえじゃねえか。よくわかんねえけど、とりあえず部屋を出て。って、はあ？両手と両足が鎖でつながれてる。くそ、大の字でつながれたまま寝てたってのか。これじゃ全く身動きが取れねえ。起きた、マキちゃん。誰だ？やだな、俺だよ俺。いや誰？マジでわかんないよ。まあ無理もないか、無理やり眠らせちゃったしな。おい、私をここに連れてきたのはお前か？そうだけど。今すぐこの鎖を外せ。やだな、そんなことをしたら入念に計画を立てて誘拐した意味がなくなっちゃうじゃない。計画だと？私は狙われてたってのか？じゃあ早速始めよっか。右手にナイフ、いやあれは医療器具のメスか。お前私に何をするつもりだ？そりゃとってもいいことだよ。おいやめろ、こっちに来るな。遡ること数時間前。ああめんどくせえな、任務の場所に行くのに電車を使って行けだなんて。明太子。あ、待てよ、補助監督がいないんじゃ帳はどうするんだよ。トゲって帳下ろせるのか？おにぎりの語彙しか喋れないんじゃ帳なんて下ろせないよな。いくら、すじこ、昆布。なんて名前を。へえ、すげえじゃん。おかか。ぶん殴るぞ。まあちょっと君。あ？君たち高校生だよな。うわ、警察官じゃねえか。めんどくせえのに捕まっちまったな。君その大きな荷物は何？ですね、困ったな。マキが今日持ってきた授業は確か太刀だったはず。こんなの警察官に見られたら怪しまれちゃう。ちょっと見せてもらってもいいかな。ああはい。うわ何これ、刃物じゃないか。最悪だ、バレちまった。君銃刀法違反って知ってる？ああはい。こんな大きな刃物持ってたら危ないでしょう。すね。ってことで署で話を聞きたいから一緒に来てくれるかな。じゃないよ、ほら早く車に乗って。いやこれには事情があるっていうか。助けろ、トゲ。任せて、明太子。明太子ふざけてるのかな。前言撤回だ、お前は黙ってろトゲ。はい。あの私たちこの学校に通ってるんすけど。ああ学生証ね、ご提示どうも。学校に問い合わせてもらえれば事情が説明されると思うんで。学校が刀を持ち歩いていいって言ってるの？そんなわけないでしょ、おまわりさん騙されないよ。でも先に学校に連絡を。ああしつこいな、さっさとついてこいって言ってるでしょ。なんだこの警察官態度が悪いな。署で調書を書いてもらう必要があるんだよ。ほらさっさと車に乗って。峠悪いけど任務の場所へは先に行ってもらえるか。私は事情を説明して後から追っかけるから。しゃけ。それじゃ俺と一緒に行こうね、マキちゃん。数時間後。マキ全然来ないな、警察に連れて行かれて話をするにしても。そろそろ着いてもいいと思うんだけど、このままじゃ任務開始が遅れちゃうし、一応サトルに連絡入れておくか。はーい、トゲ？何？任務に何か支障でもあった？スジコ。え、マキ？君たち仲良く一緒に向かってなかった？え、警察から呪術高専に連絡って言ってないの？いくら？え、何それ、初耳なんだけど、ウケる。何？マキったら公共の場で人でも殴った？おかか。ああ、もしかして警察官に銃刀法違反だとか言われちゃった感じ？しゃけ。まあ呪術師あるあるだけど、それならすぐに警察から呪術高専に連絡が入ると思うけどな。トゲ、
マキが警察官に連れてかれてからどのくらい経った？いくら？数時間？それはおかしいね。マキとは連絡取れないの？おかか。音信不通状態ってことか。トゲ、その警察官、何か怪しい動きはなかった？そういえばあの警察官、服装は警察官だったけど、パトカーに乗ってなかったな。覆面パトカーとかもあるけど、それに、なんだかマキを連行するのもちょっと無理やりだったし、パトカーに乗ってる警察って、だいたい2人ぐらいで行動してるイメージあるけど、あの人は1人だった。なんか、思い出したらすごい怪しく思えてきた。コンバ。やっぱり？もしかしたら、マキは連れ去られたのかも。おかか？とにかく、今すぐマキの行方を探すから、安心して。マキ、スジコ。な、探すのはいじちね。シャケ。一方その頃、お前、警察官じゃなかったんだな。今思えばすげえ怪しかったのに気づかなかったぜ。君を誘拐するために警察官の制服まで準備したからね。それでお前は何者なんだ？俺は君の体に興味を持っているものだ。はあ？つまりただの変態かよ。違う、そういう意味ではない。君は特別な体を持っているだろう。特別な体？まさか。そう、天与呪縛のフィジカルギフテッド。お前さては呪詛師だな。ただの人間が私の体について知ってるわけがねえ。その通りさ。それでフィジカルギフテッドの私に何の用だよ。私の特技なんて空き缶つぶしぐらいしかねえぞ。俺はね、実験が好きなんだ。は？急に何の話だ。今まではネズミや猫、動物を使って実験をしてきたんだけど、正直それだけじゃ飽き足らなくてね。やっぱりせっかく実験するなら人間でしょうって思ったわけ。悪趣味な野郎だな。そんな時、呪術高専に特別な体を持つ生徒がいるっていう情報を聞いたんだ。どうせならまだ解明されてないフィジカルギフテッドの体で実験したいだろう。だから俺は入念に君を誘拐する計画を立てたってわけさ。ご苦労なことだな。さて、おしゃべりはここまでだよ。早速実験を始めていこうか。くそ、この鎖、私の力でもびくともしねえ。フィジカルギフテッドは力が強いってこと、どうやら知ってるみたいだな。入念に調べたってのは嘘じゃなさそうだ。てか、私いつの間に制服のジャケット脱いだんだ？ああ、それなら俺が脱がせたよ。実験するのに邪魔だからね。って、タイツも履いてねえじゃねえか。女のタイツ脱がすとか、やっぱりお前変態だろ。違う、俺は人体に興味があるだけだ。断じて変態ではない。いや、十分変態だと思うんだが。は？注射器？それでは早速人体実験を始める。被験体は君。さあ楽しもうね。気持ち悪い笑み浮かべやがって。じゃ、早速この注射を君に打つよ。は？なんだこの注射器に入っている緑色の液体は。私の体に気持ち悪いもん入れんじゃねえよ。ちょっと暴れないでよ。うまく注射ができないじゃないか。くそ、鎖が邪魔だ。このままだと。人間の注射は初めてだからわからないな。ここかな。やべえ、マジで変なもん入れられる。あれ、全然針が刺さらないや。え、これもしかして。なんだ。すごい、すごいよ。はあ、全然腕に針が入らないと思ったけど、筋肉量がすごいからなんだね。すごいな、これもフィジカルギフテッドの力なの。腕をさするな、気色悪い。すごい、すごいな。細い腕なのにしなやかな筋肉。腕だけじゃなくて足もそうなの？確かめたい。
触って確かめたい。やっぱり変態だろ。だから違う、下心などではない。もうどっちでもいいわ。すげえ気持ち悪いが、興奮して我を忘れてるみたいだ。今がチャンス。うるえ。いった。はっ、ざまあ見ろ、フィジカルギフテッドは頭も硬えんだよ。頭突きなんてやってくれるじゃん。ち、やっぱり気絶はしなかったか。せめて鎖が外れれば。おてんばな子にはお仕置きだよ。は？おい、何しやがる。これは俺特製の美味しいジュースさ。ジュースはそんな泥沼みたいな色してねえよ。注射は難しそうだから、口から直接飲ませてあげるよ。ほら、口を開けろ。くそ、少し口に入っちまった。あ、なんだこれ、力が入らねえ。今君に飲ませたのは力が入らなくなる薬さ。俺が独自で作り上げたんだよ。すごいでしょ。くそ、指先一つ動かねえ。さて、じゃあ続きを始めようか。まずい、もう逃げられねえ。そこまでだよ。ツナ。何者だ。いや、ここを見つけるのにも苦労したよ、イジチンが。サトルにトゲ、助けに来てくれたのか。俺の実験の邪魔をするんじゃねえよ。実験？マキ、一体何をされたの？はい、暴れない暴れない。こいつ早っ。君、実験好きで有名な呪詛師だよね。俺のことを知ってるのか。ちょうど今度僕が捕まえに行く予定だったんだ。いや、手間が省けた。さて、僕の可愛い生徒に手を出した罪は重いけど、どうやって償ってもらおうか。くそ、せっかくの実感が。ああ、そうだ、いいこと考えちゃった。はあ、なんか嫌な予感。僕の同僚にさ、君なんかよりもっと実験と解剖が好きな人がいるから、ぜひ被験体に使ってもらうとしよう。ごめんなさいごめんなさい。もう遅い。やっぱりろくなこと考えてないな。明太子、いくら。ありがとう。鮭、昆布。それが。あら、どうしたのマキ。実はそいつに妙な薬を飲まされちまって、力が入らねえんだ。え、じゃあ歩けないの。歩ける、なめんな。意地張らないでいいよ、生まれたての小鹿みたいになってるじゃん。くそ、恥だ。マキ、僕とトゲどっちに背負われたい。こいつ、私で遊んでやがる。お前だけは絶対嫌だ。だから。ツナ、トゲ連れて帰ってくれるか。恥ずかしそうにお願いするマキ。かわいい。ジャケ、いくら。ち、浮かれてんじゃねえ。おかか。いや、青春だね。その後、無事に後世に着いた後、私は念のため翔子さんの診察を受けることになったんだが、ことの経緯を話したら、翔子さんが、実は私も君の特別な体に興味あるんだよね、とか言ってきて、思わず鳥肌が立ったな。実験体なんてもうごめんだな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。